カルロス・ウゴデ・ボルボン・パルマイ・ボルボン・ブセは、イタリアの旧諸行パルマ公爵家の課長、スペインのカルリスタ王位請求者。イタリア語名は、カルロ・ウーゴデ・ィ・ボルボーネ・パルマ。最後のパルマ公ロベルト一世の孫にあたる。王党派のカルリスタ党の領主でありながら、自主管理社会主義に基づく、君主制の樹立を主張し、カルリスタ勢力の分裂を招いた。1979年に、 フアン・カルロス一世一家のスペインに帰化して政治活動から退いた。ボルボーネ・パルマ皇室サベリオとその妻のマドレーヌド、ブルボンビュッセの間の長男遊具として生まれた。母は、ブルボン公ピエール二世の弟リエージュ司教、ルイの諸子に始まるブルボンビュッセ家の末裔である。父は1936年に、カルリスタ政党系の最後の党首ハイメ校。 アルフォンソ・カルロスから後継者に指名され、1952年にカルリスタのスペイン王位請求者となることを宣言した。しかし、スペイン総統、フランシスコ・フランコは、次期国王に、スペイン王アルフォンソ13世の孫フアンカルロス王子を選んでおり、この主張を無視した。1957年5月5日、遊具は、父サベリオから王位継承者に指名され、アステリアス皇を呼び、 三杯目校に助釈された。遊具は1963年6月28日にパリのセーヌ高訴裁判所の認可によりシャルル遊具と改名し、これ以降はスペインでの政治活動でもカルロス語として知られるようになった。1964年2月には父によりマドリード港に助釈された。1963年、スペイン留学中だったオランダ女王、ユリアナの次女、 イレーネ王女と知り合って婚約したが、この婚約はオランダにおいて、憲政上の危機を引き起こした。オランダ王室は、伝統的に、プロテスタント信徒で、カトリック信徒が王子女の配偶者になることは、忌避されており、二人の婚約はその暗黙の前提を、破るものだった。また、オランダ政府が、王位継承権者の配偶者として、カルロス号を承認することは、 スペインのカルリスタ島に支持を与えたと捉えられる危険性があった。このため、オランダ政府は、イレーネ王女の結婚に法的認可を与えず、イレーネ王女は、王位継承権を剥奪された。二人の結婚式は1964年4月29日、ローマのサンタマリアマジオレ大聖堂内、ボルゲーゼ礼拝堂において取り行われた。婚礼の主催者は前オランダ駐在教皇特使の、 パウロ・ジョッペ・スーキ教だった。オランダ王室の生員は一人も出席せず、イレーネの両親は娘の結婚式をテレビで見た。夫妻は挙式後に揃って教皇パウロ六世に越見し、カナリア諸島での新婚旅行の後にマドリードに教を構えた。夫妻は間に四人の子女を設けた後、1981年5月28日に離婚した。1 9 6五年以降、 カルロス5は、フランコ総統に接近しようと努める一方で、左翼の地頭主義の信奉者となり、自主管理社会主義、連邦主義のスペインへの導入を唱えて、スペイン共産党のサンティアゴ・カリーリョなどと連携して、カルリスタ党もスペイン民主会議に加盟させた。母マドレーヌと弟、シクスト・エンリケは、カルロス5の政治方針に反発し、カルリスタ党保守派の支持を受けて、 カルロスウゴから離反した。1968年末、不安カルロスの正式な王位継承者使命を目前に控えたスペイン政府によって、その対抗馬の一人であるカルロスウゴは一時的にスペインから追放されている。1975年4月、父から正式にカルリスタ王位請求者の地位を譲られた。カルリスタ党は伝統主義者の党派として続いてきたが、 フランコ時代を経ていくつもの派閥に分裂しており、その活動はもはや国民の大きな関心を引きつけることはできなくなっていた。1976年5月には、カルロス号を支持するカルリスタ党の年次大会の最中に、二人の党員がイタリア人ネオファシストのステファーノデッレ、キアー・イエラによって射殺される事件が起きた。このモンテフラ事件の背後にはスペイン政府情報部や、 クアルディアシビル内のフランコ信奉者グループがいた。1977年の総選挙では、カルリスタ党は、フィデル・カラソ・エルナンデスを、レオン県選出の上院議員に選出させるのに、貢献したが、カラソは、無所属議員として活動し、カルリスタ党を帰り見みなかった。同党は1979年の総選挙では、国民連合に合流したが、この政党から、 国会議員に当選したのはフランコ支持者のブラス・ピニャールのみだった。カルリスタ党は完全に議会勢力から外れ、二つの市議会議員席を得るに止まった。こうした状況の中で、カルロス・ウゴは1979年にカルリスタ党の政治活動を断念し、不安カルロス一世の特使によってスペイン国籍を与えられた。 そして翌1980年、自身が政党として組織したカルリスタ党からの脱退を宣言した。彼の支持者たちは後に統一左翼連合の結成に参加した。2002年、スペイン国立歴史公文書館にパルマ公爵家所有の歴史文書を寄贈したが、弟のシックスとエンリケはこれに反対する声明を出した。2003年9月23日、カルロスウは、 南仏のアルボンヌにおいて、カルリスタの王位への復帰を宣言した。その際、自らは、モンテモリン白爵を名乗り、自身の4人の子供たちにも、助尺を行った。2010年、前立腺癌のために80歳で死去した。意外は、バルセロナから、元妻と子供たちの暮らすオランダのデンハーグに送られ、ノールダインで宮殿敷地内の聖堂で、 遺族やオランダ王室の親類たちと対面した。その後、意外は、イタリアのパルマに移され、歴代のパルマ公が眠るサンタマリアデッラステッカータ、教会の霊廟に安置された。イレーネとの間に二男二女を設けた。ありがとうございます。